ゴールキーパーの滝浩則です。昨シーズンは、個人的にシーズン途中での移籍っていうのを経験してこのコーチに来ることができて、そういった中でも試合に出ることができなくて悔しい思いをした1年でした。今シーズンはまずはチームの結果っていうところを第一に、その上で自分が個人的にレベルアップして、もう J リーグのチームに誘ってもらえるような選手になっていきたいと思います。みんな選手一生懸命頑張ってますので、スタジアムにぜひ足を運んで一緒にコーチを盛り上げていきましょう。